飛行機の尾翼に描かれたキルステンフラグスターとキルステンフラグスターとはノルウェーのオペラ歌手。20世紀に活躍した特にワーグナーの楽劇において最高のソプラノの一人と評価されている。現在の100ノルウェークローネ紙幣に彼女の肖像を見ることができる。ノルウェーのハーマール出身で18歳の時にオスロ国立劇場でオペラ歌手としてデビューした。当初は 北欧での活動が主で国際的に注目を集めるようになったのは1933年にバイロイト音楽祭に出演して以降のことである。1935年にはメトロポリタン歌劇場に登場し1941年にノルウェーに帰国するまでワーグナー歌手として活躍する。ノルウェー帰国は夫がナチスドイツに協力していたのを説得して辞めさせるためとされ、 1947年までの間ほとんど演奏活動は行っていない。1950年にはビルヘルムフルト・ベングラーとの共演でリヒャルト・シュトラウスの四つの最後の歌を初演している。1953年にパーセルのリドーとエネアスに出演したのを最後に舞台からは引退したが、その後もリサイタルや録音で活動を続けた。 その時期にデッカレコードで実現したゲオルク・ショルティ式、ニーベルングの指輪のスタジオ録音にも出演している。1962年、オスロで死去。ありがとうございます。